監督の座は譲らないどうも、ワシトーク、こうです。楽天イーグルス、昨日ソフトバンクに敗戦したことにより、えー、今年のね、4位以下が確定しまして、まあ、クライマックスも、えー、出れないというね、状況なんですけど、まあ、そんな、えー、昨日の夜を経て、今日の朝ですね、えー、とんでもないニュースが朝目に飛び込んでまいりましたので、 こちらについて、動画を撮っていきたいと思います。で、これ今日の朝のニュースになるんですけど、楽天 CS 消滅も、石井監督は来期も死期、就任3年目。こんな記事が出ておりました。まずこれって、確定なんですかちょっと一応この動画では、確定という体でお話を していきたいと思いますんで、えー、そこのところよろしくお願いします。で、これについてまあね、話していきたいんですけど、まああの、1位楽天ファン、僕の意見というところで、えー、まず皆さん聞いてください。で、率直に、えー、この記事に対して思うこと、内容に対して思うことはですね、控えめに言って、めちゃくちゃ最悪っすね、これ。うん。 えー、石井監督3年目というとこなんですけどあのー、なんだろうなあのー、もちろんラクテイグルス選手の皆さん僕大好きですただですね、えー、石井監督に関してはまあ平石監督自体からね皆さんまあ覚えてるかと思うんですけど、えー、サインは B クラスというね、えー、謎の発言をしたいですね ま、あの、中長期的に、え、チームを強くするみたいなことを言ってましたけど、まあ、今年の気を見てね、え、どこをどう見て、そういうね、え、その、目標に対して、行動してるのかっていうのがね、全く見えなかったんですよね。うん。で、まあ、思い返してみればですね、え、2019年ですね。まあ、平石監督が、え、監督をやってた時、え、楽天がね、まあ、ギリギリで、あそこは熾烈極めてたんで、まあ、3位になって、 非常にね、面白い戦いを見せてくれて、まあ、2020年もぜひ平石監督でまたね、もう一年見たいなと思ってるファンがね、非常に多かったと思うんですけど、えー、そこで3位は B クラスというね、謎の発言とともに平石監督をクビにするというね、えー、行動を石井監督起こしまして、で、2020年は三木監督が監督をやり、まあ、結果4位に終わってしまったんですけど、まあ、1年でクビ。 監督ですね、まあ、クビにしてまあ、三木監督はね、えー、幸いって言っていいのか分かんないですけど、2、まあ、軍の監督に戻ってくださいました。もう、あの三木監督には個人的には感謝しかないんですけど、よくね、1軍の監督やって、本当にもうつなぎみたいな1年だったんですけど、2020年に関しては。まあ、よくその後、えー、二2軍の監督、えー、引き受けてくださったなと思ってます。で満を持して ええー、まぁ、あ、2021年から石井監督が、えー、指揮を取りですね。まあ初年度は3位。まあ石井監督からするとね、これは B クラスだと思うんですけど、まあただ、去年の戦いぶりを見て、まあ去年に関しては、えー、ディクソン・カスティーヨというね、外国人がほぼほぼ機能せず、まあほぼ日本人みたいなチームでね、戦ってたんで、まあ去年の3位は、 致し方ないかなというところでま采、あ、配に関してもそんなにねそんな変なこともなかったんで、まあ、今年2022年に関してはね、まあ、石井監督全然続投であのー、楽天ファンの方もねほとんどの方が問題ないという,、ね、いう判断をしていたと思うんですけどまあその期待された2022年ですね、えー、今シーズンなんですけど、えー、蓋を開けてみればまあ春先開幕ダッシュいつものように。えー いいスタートを切り最大貯金18まで作りましたここからですね、えー、もう大失速特に金曜日に関してなんて、えー、魔の金曜日なんて言われてたりしてね、えー、現在18連敗中でございますその最大貯金を金曜日の負けだけでもうなくすというだけで失態なんですけどまあ、本当に特にまあ5月後半ぐらいからですかねまあその 11連勝の後に関しては、もうチームが変わったかのように、もうクソ弱いチームでした。はっきり言って。多分そこの11連勝の24勝6敗の後からしたら、日本ハムより弱かったと思います。うん。あの日本ハムに失礼で申し訳ないですけど、それくらい、ひどい戦いぶりでした。うん。で、まあ、特に、まあ、8月9月、 なんかそうですけど、まあ、勝負どころで、まあ、あ記憶に新しい、えー、ベルーナ4連戦の4戦目にあの9月の月間打率0割台2人並べて、えー、勝負に挑むというね、まあ、ふざけたスタメンの組み方をしたりとかあとは前日ホームラン打って、ね、あの活躍した選手またヒーローインタビューに呼ばれた選手次の日スタメンから外すというね、えー、本当にあの理解不能な <laughs> あのスタメンの組み方をしたい。 とかあの僕、楽天ファンになって16年目になりますけどあのここまでスタメンおかしいだろって思うシーズンってなかったしあの、まあ、昨日ね、ねクライマックス、えー、立たれてしまいましたけどこんなにも一応、上位争い優勝争い、えー、してましたけどこんなにもワクワクしないシーズンって本当に初めてじゃないかなと思うぐらい、えー、ひどいシーズンでしたはっきり言ってね。 でそんなシーズンを過ごした中ですね、まあ、石井監督、来期もやるのかというところで、まあ、疑問しかないですね、はっきり言って。うん。まあ、の昨日の配信でですね、僕、あの自己管理って、その人の体型を見れば大体わかるっていうね、話をしたんですけど、まあ、石井監督、現役時代から比べて、やっぱりねあの、めちゃくちゃ太ってるんですよ。うん。で、監督やるときもね、まあ、ユニフォーム、 ちょっと似合うたために痩せるみたいな話してて結局痩せてないしで人にはね、まあ、平石監督に関してはねサインは B クラスだからやめろみたいな言っててでミキさんも1年で切ったじゃん、うん、で人に対して厳しくて自分に甘いっていう典型的なタイプだと本当に今年1年そして来年の続投って話を聞いて思いましたね、うん、はっきり言って監督の器じゃないっすね あの先に言っておきます、さっきも言ったけど、選手と楽天イーグルスは大好きです。ただ、ここ数年の石井監督の言動、行動を見てますと、あのごめん、素直に応援できないわ、個人的にはね、うん、楽天は応援するけど、ねえだって、筋が通ってないじゃないですか、3位は B クラスといって、平石監督1年で辞めさせて、で4位の三木監督も1年で辞めさせて、でその後2年の結果、えー 就任1年目3位平石監督と一緒です就、えー、任2年目4位以下確定、まあ、まだここはね4位か5位か決まってないけど、まあ、三木監督と同じですねその成績2年残して自分だけ3年目やるっていうのは虫が良すぎないですかあのこれ別に石井監督だからっていう話じゃなくてあの筋が通ってない人間僕一番嫌いなんですようんね今年なんかそうだけどさ特にねえ 中長期で骨太なチーム作るじゃあなんで大不調なベテランばっか使って若手出さないの、まあ、それもあったしまあ今年キャンプからね1年間ずっと楽天イーグルス応援して見てましたけどまあキャンプの MVP は和田レント田中和樹だと本人口にしてました蓋開けてみればレンちゃん開幕ちょっと使って打てないからもうずっと2軍カー君なんか ね、終盤、本当8回、9回の守備固めと代走でしかもはや出てこないですからね。うん、まあ確かにこの2人、まだまだ課題あるかもしれないですけど、もっと使っていい選手だと思うし、選手が育たないって言われてるのって結局、使わないと育たないんですよね。うん、全然使ってない。それどころか、えー、大不調なベテランを、えー、ずっとね、ひ、え、い、ー、きし続け、えー、その不調な 大ベテランを優先させるというねちょっとあの到底言ってることとやってることが、えー、違う状況にありましたんでこれはどうなのって思ってましたしうんあまあいろいろねあの話すとほんと長くなっちゃって申し訳ないんですけどうんやっぱ一番許せないのは言ってることとやってることが違うのと全く筋が通ってない来季3年目を迎えるというところに。 僕は石井監督、個人的には応援できないですね。楽天イーグルスは応援しますけど、うんまあ、石井監督、僕が応援したいなと思うの、多分あの体型どうにかして、新庄監督くらいスリムになったら応援してもいいかなと思いますけど、まあ、結局、<laughs> あのー、発言と行動を見てますと、まあ、自分に甘い人なんだなって思っちゃいました。うんまあ、あの僕個人の意見なんで、まあ、いろんな、ね、楽天ファン、 の中でもね、意見ってあると思うんですけど、僕ははっきり言って、最悪っすね。この続投に関しては。うん。楽天イーグルスは応援するけど、石井監督は来年応援できないっていう現状にあります。これは僕の素直な気持ちです。まあ皆さんがどう捉えるかはね、自由なんですけど、うん。だからちょっとこういう風な気持ちで来年迎えるのって初めてなんで、なんかどういう温度感で応援していいのかっていうのがちょっとね、えー、難しいんですけど、 まあ、結局ね、楽天イーグルス好きなのは変わらないですし、えー、このアシトークね、来年も全然元気にやっていく予定なので、まあその辺皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。まああの、後日ね、またね、辞任とかそういう記事出るかもしれないですけど、一応、まあ続投って話でなんか進んでるみたいなので動画撮らせてもらいました。まあ皆さんのおのの意見、まあ、特に楽天ファンの方ですね、ぜひ書き込んでいただけたらと思います。うん。いやー。 来年も思いやられるな。ということで動画の方終わりたいと思います。ぜひですね、この動画いいと思ったらグッドボタン押しておいてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。それでは